CM では服部先生に作っていただいた金目鯛のアクアパッツが本当に美味しくて、ぜひ作り方を教えていただきたいと思いました。こんにちは、石田ゆり子です。毎回愉快なゲストが登場するこの CM ですが、今回は、料理研究家の服部幸男先生とご一緒させていただきました。服部幸男先生とは初めての共演だったのですが、とっても素敵な方でした。 CM では服部先生に作っていただいた金目鯛のアクアパッツが本当に美味しくて、ぜひ作り方を教えていただきたいと思いました。考えるだけでとってもワクワクします。先生、うっかり持ってきちゃった感があるんですね。出てきちゃった。おっとっと、何までついてきちゃったよ。はい、カット。テレビも随分いろんなのに出させてもらったりね、クイズ番組とかあるんですよ。コマ撮りをしながらね、やるってね、なんか自分じゃイメージつかんでなくてやるでしょ。チリチリバラバラで大丈夫かなっていう、まだちょっと印象がきっとこれつなぐとね、あ、なるほどなって後からわかるんでしょうけどね。今まで 4,5 本は出たことあるんですよ。こんなビッグなやつは初めてです。まあ素敵な方でね、なんか透明感のあるような形でね、そばでね、目を見ながら喋るのが辛くなっちゃってね、で横向きながらね、僕喋ってたから、随分ね、テレビではどういう風に映るのかなって、本当はね、そうですねって言ってね、目を合わせながら喋るのが本来なんでしょうけど、それができなかったかな、残念。どうぞ。うん、縁起のいいのね。日本ではね、縁起っていうとやっぱり鯛系のものね、だから鯛の塩汁だとか、僕はね、醤油とね、お砂糖とで、かぶと煮みたいな、甘口なんだけど、ちょっとしょっぱくて、ご飯に合うような、これって好きなの、僕がね、だから、これ食べさせたいなと思いましたよ。金目鯛だから、目がビッグだからね、ちょうどいいんじゃないですか。アクアパッツァ自体は、アクアって水でしょ、パッツァでしょ、だから結局ね、水煮なんですよ。その何の水煮かっていうとね、海水の水煮なの。海水で魚をガーッと煮たもの、それがアクアパッツァの最初の源流なんですね。ですから、ただもう煮りゃいいんですよ。ただその中にオリーブの実だとか、あの野菜、それ入れて、あとやればね、なんとかなるんですよ。でね、塩味はね、ちょっと濃いなぁと、海の水だと濃いんですよね。ただワイン入れたり、最後にね、オリーブオイルをガーッとかけるとね、あの味になっちゃう。もともとあれがどうやってできてきたかっていう原点を探ると、おのずとほら出てくるんじゃないですか。それから料理っていうのはね、生まれてんだっていうことを思うだけでもね、もう味が出来上がるの。はい、ありがとう。ワクワクするってね、だんだん昔に比べるとワクワク感がないんで今ね。だけど、なんかやり遂げたっていう時にね、あ、やったっていう気持ちがあるから、その時がね、ワクワクがね、頂点に達する時がね、アドレナリンが出てる時だね。このちょっとないから、12億当たったらわーっと出るよね。あんまりまだ出てないね。ただね、石田さんとこう喋ってる時にね、やっぱりね、なんかね、目見れないっていうのはあれね、やっぱり僕の中でね、ちょっと緊張感の中にアドレナリン出てんだろうね、おおみたいな。ニコって笑われちゃうとね、目そういうのそらしてくれよくね。それがレンズからどういうふうにね、そらしたのが映ってるのかちょっと心配だね、あれ。メガビ、メガビ、メガビ、よし、メガビって、あ、ちょっと待って、メガビって、メガビ、メガビ、12億円。はい、OK です。メガビック、メガビック、メガビック、結果出ました。
当選結果はまだですが。待ちきれなくて飛び出してきちゃったよ。では完成です。メガビッグメガビッグ12億。博士先生、なんだかいい匂い。金目鯛のアクアパッツァでございます。史上最高12億。縁起を担いできました。うまい。